おい、マジかよ。すごい、あんな風に手裏剣を曲げるなんて。まったく頭にくるな。お互いこの惨事に残れないとは思いませんでしたね。やるじゃねえか。いつの間に練習してたんだよ、あんなの。まあな、楽勝楽勝。鹿大君の相手、砂隠れなんだ。手まりさんの故郷か。心境複雑ですね。鹿大、負けたらゲーム没収だよ。始め。構えろよ、俺が隠したみてえだろ。めんどくせえけどこっちから行くぞ。余裕かましやがって。なら あのヨドって子、影の動きが読めるの？しかない、無駄にチャクラを消耗すんな。高周波ってやつか。まともに食らったらアウトだな。けどこんなところで負けるわけにはいかねえしな。そうか、さっきフードを取った時イヤホンがなくなっていたんでもしやと思ったが、まさか俺が影を操るために動くわずかな体重移動の音を聞き分けているとはな。イヤホンは聞こえすぎる聴覚を制御するためなんだろう。不安か。ああ、遅い。勝者、奈良鹿大。